かつて清春さんが率いていた伝説のバンド黒夢。激しい衝動を強調しつつも悲しみも伴った音楽性で多くのファンを獲得し、今もその楽曲が愛されています。精神的な危うさを感じさせる作風が魅力でもありましたが、それはバンド内の人間関係にも現れ、黒夢はメンバー同士の対立や脱退が多く起こりました。今回はそんな黒夢の解散やメンバーの確執を掘り下げます。黒夢の結成は1991年、ガーネットというバンドに所属していた清春さん、ひときさん、えいきさんの3人と別のバンドでギターを担当していたしんさんが合流する形で結成されました。当時清春さんらが元のバンドでの音楽性に不満を感じていたところ、ライブハウスで対バンしたのをきっかけに、しんさんが僕がギターを弾いて君が歌を歌えば日本制覇も夢じゃない、早く解散しろと清春さんを説得。清春さんがこれに応える形で黒夢が誕生します。そのため清春さんは、黒夢はしんくんが作ったと言ってもいいと語っています。その後黒夢は精力的に活動、渋谷公会堂でワンマンライブを行い成功させるなど、インディーズバンドの中でも随一の人気を誇っていました。人気の理由の一つが首吊りなど過激なパフォーマンス、それにより意識を失いそのままライブが終了したことがあるなど、伝説を作っていきます。しかし同時にメンバー間のごたごたが繰り返されてもいました。結成の翌年、ドラムのえいきさんが脱退、代わりにヒロさんが加入しますが、わずか3ヶ月で脱退することになります。後にヒロさんは清春さんが嫌いだったと公言しています。その後黒夢のドラムはその都度サポートメンバーがつくことになります。そして1994年にメジャーデビュー、いよいよこれからという時に、今度は黒夢結成の立役者であるギターのしんさんがレコーディング中に失踪、そのまま脱退となりました。しんさんの失踪については真偽が定かではないとされていましたが、後に清春さんがインタビューでこう語っています。失踪しましたね。まあよくわからなかったですね、あいつのやっていることは。彼が僕のソロのライブに来たことがあるんですよ。なんか照れくさそうにしてました。ドラムとギターがいなくなった黒夢は新メンバーを補充することはせず、ボーカルの清春さんとベースのひときさんの2人のみというバンドとしては珍しい体制に。しかし残った2人の間にも深刻な溝ができます。きっかけはひときさんの結婚、家庭を持ったひときさんは年間230本近いライブをこなす活動に限界を感じるようになります。長期的なツアーで家を不在にすることが多く、家族がバラバラになりかけたため、ひときさんは清春さんに家庭を優先したいと伝えました。すると音楽に全力を注ぎたい清春さんは不満をあらわに。それでもひときさんがメディア出演などをキャンセルするようになり、確執がエスカレートします。ついには全く話さない関係となり、レコーディングやライブの楽屋、打ち上げも別々となってしまいました。そしてひときさんが脱退の意思を清春さんに伝え、メジャーデビューから5年も経たずして無期限活動停止となります。当時は二度と黒夢はやらないとまで言っていたひときさんですが、後にインタビューでこう語っています。活動停止前は一言も喋らないぐらい仲が悪かった、自分でそうしてしまった部分もあるから誰のせいにするつもりもないし申し訳ないという気持ちです。黒夢解散後、清春さんは新たなバンドサッズを結成。
音楽性を少しずつ変えながら人気を博していきます。その間も2人の関係性は改善せず、一度も交流していませんでした。しかし、活動休止から10年後、黒夢は復活を果たします。復活の経緯については、清春さんは、僕じゃないメンバーからやりたいって電話がかかってきた。ずっと続けたいとも言ってたけど、一度だけならと言った。と、復活はひときさんからの提案だったことを報告。さらに、一夜限りの、そして解散ライブになると、黒夢を正式に解散させると宣言しました。そして2009年1月29日、黒夢は復活解散ライブを開催。これで黒夢に正式に終止符を打てるとファンの感動を呼びました。ところがその翌年、黒夢は活動を再開。終わらせたはずの黒夢を解散ライブからわずか1年で再始動させた理由を、清春さんは親友であり黒夢のファンだった音楽雑誌の編集長が他界したため、彼のために黒夢を復活させたと語っています。いずれにしてもファンにとっては嬉しい再始動。復活に際し、ひときさんは清春さんについて、会わない時期を経てまた一緒に始めたんだけど、いい意味で良くも悪くも何も変わってなかったです。丸くならない部分とか。やっぱり清春さんは僕にとってのスターというか憧れの人なんですよ。と語っていました。ところが、再び黒夢は活動休止に。そして意外な事件が起こりました。2014年、黒夢は最後のロングツアーを掲げたツアーを行い、翌年活動を停止します。2度目の活動停止。ファンが驚く中、その翌年、さらに驚くニュースが飛び込んできました。東京国税局が官公庁オークションに黒夢を含む4つの商標権を購買にかけたのです。これは、清春さんが運営している権利管理会社が税金を滞納したためとされ、権利を失った黒夢は以降 CD の発売時に黒夢とつけることやライブ時に黒夢と宣伝することができなくなる可能性が指摘されました。活動停止との関係も疑われましたが、後に黒夢の商標だけ関係者によって買い戻され、一件落着となりました。ではなぜ再び黒夢は活動を停止したのでしょうか。インタビューでひときさんは次のように語っています。本当に自分の好きな音楽だけをやりたいならメジャーでやるのは無理だと考えています。仕事してお金が絡んでくると魂を売ってしまう可能性もありますから。また清春さんはもう一つのバンドサッツの活動も停止。これについて、人生のタイムスケジュール的にソロなんじゃないかなっていうのはもはや暗黙の了解だね。品種を買うかもしれないですけど、僕にとってはサッツも黒夢も単にヒストリーの一つですね。二度やってみてそれは本当にわかりました。聴いてる人にとってバンドとソロの違いは大きいかもしれないけど、僕にとってはメンバーの違いでしかない。また、かつて家庭を大事にしたいと言ったひときさんと対立した清春さんですが、結婚後、二人の娘さんに恵まれます。過激で攻撃的なステージとは裏腹に、家庭での子煩悩ぶりを明かしています。子供たちが通う私立学校に行く際は、髪の毛を黒く染め、長袖を着用してタトゥーを隠すなどの苦労も語っていて、スイミングスクールにも顔を出し、我が子が練習している姿を見守ることも多かったといいます。さらに、娘さんがバンドマンの彼氏を連れてくることには大反対で、タトゥーや入れ墨を入れている男は娘の彼氏として認めないとコメント。娘さんがファンだという AKB48 の元メンバー高橋みなみさんにサインをもらいに行ったエピソードも告白しています。
すっかり娘を溺愛する良きパパになったようです。一方で今の日本のロックについては、やばい、こいつに負けちゃうっていうのなんて一人もいないな、50代の僕がですよ、と変わらぬ鋭い指摘も。共に50代となった清春さんと一木さん、変わりゆく日本のロックと自身の年齢などを考慮しつつ、常に新たなステージを目指しているようです。いかがでしたか？今後も懐かしいバンドやアーティストのエピソードを紹介します。面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。